はい、どうもこんにちは。民泊清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容は、民泊清掃会社は儲かるのかというテーマでお話をしていきたいと思います。以前の動画のコメント欄に、民泊清掃会社は儲かるのかというテーマでお話をしてほしいとのリクエストがありました。リクエストありがとうございます。動画の構成を考えると、このお題はなかなか難しくて、うまく動画構成のイメージができなかったんですよ。理由としては、お付き合いのある関連の会社やオーナー様、運営会社との兼ね合いがあるので、お答えしにくいというのが本音です。仮にマスタークリーニングがすごく儲かっているとして、うちの会社はめちゃめちゃ儲かってますよっていうふうに言ったら、オーナーさんからすると、今コロナできつい時期なんだから、だったら清掃料金を下げてくれよっていうふうに思いますよね。逆に民泊清掃会社は全然儲からないんですよ、なんていうお話をしてしまったら、今一緒に働いているスタッフが激怒してしまうじゃないですか。 YouTube だからこそ本音で話をしたいところなんですが、だからこそ構成に迷いを感じておりました。実際のところコロナの影響があるので、今は決して儲かっているとは言えない時期ですよね。民泊という業界への先々への期待感はものすごくありますが、今は耐えしのぐ時期だというふうに思っております。はい、本日の動画は以上になりますと言って、このまま動画を終わらせるわけにはいかないので、民泊清掃会社は儲かるのかではなく、民泊清掃会社が儲かるための条件というテーマでお話を続けさせていただきたいと思います。民泊清掃会社が儲かるための条件としては、シンプルに常にキャパオーバーをして仕事をしている状態が続けば利益は出ます。これは誰でも想像がつくことですよね。例えば分かりやすくお話をすると、1部屋6000円の部屋で1人で3部屋の清掃をすると売上は1万8000円になりますよね。3部屋だと会社としてトントンだったとするならば、4部屋やったら少し利益が出ますよね。5部屋やったらもう少し利益が出ます。6部屋やるとかなり利益が出ます。7部屋やるとめちゃめちゃ利益が出ます。ということになります。会社の経営者の立場からして、お金だけのことを考えると、スタッフの給料が固定給の場合は、パンパンの状態でフルに稼働してくれるのが一番利益率が高いですよね。しかし、この状態で溢れるぐらいの仕事が毎日あると、スタッフの体は持ちませんし、消耗して会社から離れていってしまう可能性があります。仕事に追われ続けて清掃時間がしっかり確保できないと、クオリティが担保できずにクレームにつながります。結果として清掃会社の切り替えになり、仕事を失ってしまうことになります。固定給のスタッフからすると、普通は固定給だったら仕事が少ないことを望みますよね。会社のことを考えずに自分のことだけを考えるスタッフであれば、コロナで暇で件数がない時期のことをラッキーというふうに捉えるかもしれないです。会社を大きくしていきたい、常に成長させていきたいと思っているスタッフは仕事が忙しい状態を望んでいると思います。仕事量が増えると人材が必要になりますよね。人材が増えると自分の立場が上がっていくチャンスが増えるわけですよ。自分の立場が上がれば必然的に給料が上がりますというイメージが、会社のことを考えるスタッフだとできるはずです。民泊清掃会社が利益を上げるためにはどのような形が望ましいのか、これは管理物件を増やしていくということです。また当たり前のことを言ってると思われてしまったかもしれませんが、ただ件数を増やすのではなく、稼働の台数を増やすということです。具体的に説明をしていきますと、今から例に挙げる部屋の大きさは全てワンルームだと仮定してください。1日に1人で4部屋を清掃するとして、東京都内で1台で4部屋を回る場合よりも、
2台で8部屋を回った方が作業効率は圧倒的に上がります。理由としてはエリア分けをすることができるからです。一人で渋谷、池袋、上野、東京というエリアを4部屋を1日で清掃するとするならば、移動時間がかなりかかりますよね。1軒目の物件が渋谷でものすごく部屋が荒れていて清掃に時間がかかってしまったとします。2軒目の物件が池袋でゲストさんがシャワーを浴びていてまだ荷造りが全然終わっていない、チェックアウトの時間を守らなかったゲストだとします。そうすると2軒目の清掃を後回しにして3軒目の上野を先に片付けに行かないといけないんです。3軒目の上野が終わってからまた2軒目の池袋に戻ります。そして2軒目の池袋の清掃を終わらせてから4軒目の東京の清掃に行くというふうな形になります。この動きを1台でやると大変なロスが出て移動時間がかなり取られてしまうんですね。1台で4部屋やるよりも2台で8部屋やった方が効率はいい。2台で8部屋よりも3台で12部屋、3台で12部屋よりも5台で20部屋、5台で20部屋やるよりも10台で40部屋、清掃件数が増え、稼働台数が増えると完璧なエリア分けができるようになるんですよ。そうなると1台あたりの移動時間が極端に減ります。1台で4部屋回ると作業終了時間が18時になってしまうのに対し、10台で40部屋の清掃をやると15時には作業終了することができます。エリアも重なった時は終わった班が5軒目に清掃を行くような配車を組んでおけば2台で9軒という配車の振り方もできますし、早く終わった班が5軒目をやっている時にもう一つの班が5軒目の応援という形で合流することもできるんですね。稼働台数が多いと理念や備品を多く積んだ管理者の班の車が見回りであったりトラブル対応に瞬時に対応することができます。運営会社さんもシステムエラーが起きてしまうことがありまして、清掃依頼が清掃会社に対して漏れてしまうことってあるんですよ。いきなり当日に清掃依頼が来るケースもあります。そのような時に1台だけでは絶対に対応はできないんですけれども、10台の稼働台数が動いていればどこかしらが瞬時に対応することができます。管理件数が増えて稼働台数が上がると会社の利益率が上がり、車1台あたりの移動時間が減り、スタッフの拘束時間が短くなり、早い時間に自宅に帰ることができるようになります。常にたくさんの件数がある状態で問題なく対応できるスタッフが確保できている状態が理想であり、その状態になりしっかりと清掃クオリティを担保することができれば民泊清掃会社は儲かります、というふうに言えると思います。本日は民泊清掃会社が儲かるための条件というテーマでお話をさせていただきました。私のチャンネルではこのように民泊清掃や民泊に特化したお話をさせていただきたいと思います。何か気になる内容がありましたらぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。 Twitter や Instagram もやっておりますのでぜひフォローの方をお願いいたします。民泊清掃ブログも書いております。気になる方は概要欄の方に貼っておきますのでぜひ見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。